俺の軍略披露しましょう。サコ、出し切るとしましょう。どけ、俺は三成に用があるんだ。どけませんね。大切な主、撃たせるわけにはいかないんでね。エクさん、黙らせてきましたよ。天下を定める大一番よ。みんな心を一つにして全軍を打ち破らん。秀吉様の恩を仇で返すと、その不義俺が正してくれよ。なんと見事な。エクさん、黙らせてきましたよ。我が軍の将、松の山に陣取る小早川の様子から出し、奴らの呼びでは即西軍本陣、本陣が襲われればこの戦は終わり。この我らだけでは無益戦が出ません。今津や毛利にもちゃんと働いてもらわないと。サコ、その働き、俺には過ぎたるものだ。うん、そうぞ。我が子にしてくれるわ。手加減なしだ。敵将、取りましたよ。敵さん、黙らせときましたよ。まず、何故軍を動かさぬ。戦はもう始まっているのだぞ。ご覧の通り、敵に囲まれておる。軍を動かそうだ、動かせぬ。手加減なしだ。まったく、この後に及んで、この尻拭いをすることになるとはね。叔父上、戦いましょう。俺、分かりました。いつなりもみんなも本気だ。やれやれ、真実何だよ。動かぬ目をかけ思うと仕方あるまい。開門。敵さん、黙らせときましたよ。秀吉様を支えてきた雪長の危機見過ごせない。毛利にも出陣要請を出す。毛利が動けば勝利は確実なものになる。敵将、取りましたよ。ここは一旦引かせてくれ。準備を整えて再び参戦する。今弁当を食べている最中でな。残念ながら毛利は兵を動かせぬ。その働き、俺には過ぎたるものだ。エイキさん、黙らせてきましたよ。
てもらう。これは軍略も腕っぷしも多少あるからね。この程度の戦果、誇れる気がせんだ。つまり、なんで清正と喧嘩しやがった。なんで一人で勝手に突っ走りやがった。第一陣を打ち破った勢いを大事にしたい。速攻で切り込み、敵の侵入を抑える。我が勢い、止められるものなら止めてみよう。米軍の要だ。あの方が失う前に黒田を撃破しないと。軍師の仕事じゃないね。これはなんとか間に合った。さあ、こう上げるぞ。ここで裏切りますか。義継さんなら抜かりはないと思うが。小早川の裏切りにより体制は決まった。全軍三成を討ち取れ。これはガチの喧嘩だ。怒って泣いて握手すりゃ全て元通りになるんだよ。数で押してきましたが、さすが家康、したたかだね。できるだけ多くの敵を
顔を援護せよ。待て。どうした、徳川の将兵も大したことないね。お前は生きよう、みんなのために。開門。よしつ、よしつが行くぜ。小早川だけがどこか遠くの敵は、さすがの義経さんも戦ったか。この死は無駄にしません。殿を生かすため俺は家康を狙う。俺もあいつも夢を譲れなかった。だから俺は自分の夢を意地でも守り通す。あなたは生きて脱出を、義経さんの思い無駄にしちゃダメだ。敵は俺が引きつけます。ああ早く、さこれ手加減なしだ。が地獄へ案内いたす。さえてきた。勝利条件変更。家康に過ぎたる者まで引っ張り出す。ここで踏ん張れば俺の軍略は当たる。